韓国サッカー界に激震が走っています。文化体育観光部は11月5日代表チーム監督人事における不正を認定し、韓国サッカー協会 TFA 首脳陣に対し厳格な処分を求める通達を発しました。発端はホンミョンボ監督の選考過程での疑惑があり、事態を重く見た文化体育観光部が調査に着手、さらにユンソンによる大統領までもが徹底的な真相究明と改善策の策定を指示する異例の事態となった。しかしこの政府介入が FIFA 規約に抵触する可能性が浮上。 FIFA は第三者干渉の禁止、政治的独立性の保持を定めた規約に基づき TFA に警告を発した。チェ・ヒョンジュン監査官は調査結果発表の場で除名、解任、資格停止のいずれかの処分が妥当と断言、さらに単なる勧告ではなく要求であると強調し、 AFA の圧力を強めた。 FIFA 規約違反の指摘に対し、チェ監査官はガバナンス改善のための監査であり FIFA も理解を示していると反論。しかし過去には同様の政治介入でワールドカップ出場権を剥奪された国もあり、韓国代表の行方に暗雲が立ち込めている。この件に関するネットの反応はこちらになります。永久追放とはアジアだけでなく世界が歓喜するだろうな、あの国に国際試合や国際社会はまだ早すぎるんじゃないか、南北だけで交流してればいい、出場できなくなったのは恥らしいが、そもそも国民世論が政府を煽った結果だろう。サッカーだけじゃなくオリンピックも含めて全スポーツから追放すべきだ。みんなラグビーワールドカップは気持ちよく見られたよな、なぜかは言わなくてもわかるけど過去に学べないんだろうな。どうしてもスポーツと政治が絡んでしまう国なんだな。今回も結局政治が世論に振り回された結果じゃないのか。常識もないのにルールを守れないのか、無理だな。恥の意味すら理解できない、あと100年かかるんじゃないか。 FIFA が主催しているんだ、お前らの当たり前なんて関係ないだろう。出場禁止になれば世界中が喜ぶだろう、国際大会に出る資格なんかない。決まったから言ってくれ、またロビー活動や買収でなし崩しになるのでは。人に言われなきゃわからないのか、どこまで DNA ねじれてんだよ。やっぱり静かだよな、出ない大会は本当に平和でいい。参戦全敗で他国を嘲笑ってる場合じゃないだろう。韓国や中国、北朝鮮、ロシアが世界規模の試合に出なければ全ての競技が平和になるんじゃないか。 FIFA が怒りを向けるべきは政治的な干渉だけじゃなく、テコンサッカーや政治的な主張も問題にするべき。人もどきが紛れ込んでるなんて言いたくないけど、サッカーは人間のスポーツなんだよな。過去の行動から学ばず、ルールを無視して甘く見てたんじゃないのか。世界から孤立していくのは自分たちの行動が原因だろうね。韓国がワールドカップからしばらく消えてくれれば、日本も単独で開催できるんじゃないか。人権、いや、差別を叫んで被害者ぶっているけど、どこか自分本位な感じがするな。ラフプレーや悪意に満ちた行動があまりに多い。怪我を防ぎたいのはどの国も同じ。サッカーだけじゃなくて他のスポーツでも政府が過度に関与しているから問題なんじゃないか。韓国は政治介入を当然のように言ってるが、国際大会にふさわしくない。このまま出場停止が続くなら世界中が喜ぶと思う。もうその話は聞き飽きたよ、確定したら教えてくれ。剥奪されることを甘く見てルールを軽視してきたのが結果を招いてるんだろう。半島さんがいない大会は本当に静かで良い。